足を強くしていくサンダルでもあるんですって言って、履き心地っていうところはもう全然求めてないようなサンダルになるし、僕はっきり言います、大嫌いなサンダルです。サンダルと足が一体感がありますって書いてあるんですね。確かに履くとめちゃくちゃ一体感あるんですよ。はい、本日はですね、サンダルの原点回帰、一足でどこにでも行きたくなるサンダルをご紹介していきたいなと思います。こちらですね、皆さんご存知ですかね、ルナサンダルっていうサンダルがあるんですね。このルナサンダルっていうのを今回買ったのは買ったんですけども、僕はっきり言います、大嫌いなサンダルです。もう嫌いで嫌いで仕方ないサンダルっていうのも、僕がサンダルの好きなサンダルってそんなもん知るかって話しないけども、柔らかくて履き心地が良くて、つい足をスッと入れたくなる、そんなサンダルを履きたいなと思ってたんですけども、その概念をぶち壊してくれたのがこのサンダルなんですよ。どんなサンダルなん、まあ、箱から見てわかりますよね。なんか薄いサンダルですよねっていうことで、ちょっとこれ見ていきたいなと思います。まずはね、開けていきましょう。このような形になっておりまして、あらま、箱かわいいね。このね、ソールの部分にルーナーと書いてあるんですね。へぇ、そんな感じなんや。まあ見てもらったら分かる通り、こんな感じの薄っぺらーいサンダルなんですよ。で、はいはいはい。もうこんなん置いてても僕、もう見向きもしないんですよ。パーっていかないけど、店員さんに言われたんですよ。一回騙されたと思ってください。ほんまに騙されたと思っていいんですかって言ったら、いいですっていうことで履かせていただきました。ちなみに履いた時の感じっていうのが、ここにある絵のように、まあこんな感じのね、スタイルになるんです。で、これって、子供の子が履いてたりしたら、ちょっとなんか少年感出るけど、大人の特に30代以降の人が履くとスタイリッシュになるんじゃないかっていうことで履いてみました。ただね、これ紐だけで、しかも一本の紐ですよ。ここがこう繋がって、ここに行って、これ行ってヒューってまたこう行ってこう行ってこう行って、一本だけでできてる紐なんで、そんなんで安定感あるんって。今もうサンダルなんかこんなもんちゃうよと。すっごいリカバリーサンダルって言ってふわふわのサンダルがあったりだとか、履き心地を求められたり、あとは医者が推薦してたりとか、いろんなサンダルがある中で、こんなクラシックなサンダル誰が履くのっていう感じなんやけども、実はですね、これね、ピューってここ合わせていって、ピューってめちゃくちゃ原始的というかアナログなんですけど、ここピューって引っ張るだけでもう完成しました。これだけです。え、これだ、これ履いてるけどもうどうっていう感じで、まずパッと見た第一印象見てください。サンダルにしてはちょっとスッキリしてるなっていう。サンダルってもうちょっとこうスポーツサンダルなんてごちゃごちゃしてるような感じだけど、確かにちょっとだけスッキリしてる感じはあるかもしれん。これね、正式名称がレトロモノっていうサンダルなんですけども、このねレビュー見たんですよ。どういう方がレビューしてるんかなと思ってパッと見たりしたら、すごいサンダルと足が一体感がありますって書いてあるんです。一体感があって気持ちいいですっていうので、え、それどういうことなんかなと思って、確かに履くとめちゃくちゃ一体感あるんですよ。で、そういうのって今のこの流行りのリカバリーサンダルでは味わえないんですね。あくまでこれってふわふわの上に足を置いてるような感覚だから、脱げるのもすぐ脱げるしっていう感じなんですけど、これに関してはね、3点で止まってるっていうか、まあ、まずはここで止まってるでしょ。前の鼻緒のところで止まってて、次は上の甲の部分で止まってて、最後はかかとが止まってるので、見た目はサンダルなんですけど、履いてる感じってスニーカーに近いぐらいホールドされてるんですよ。だから全くね、足が動かないんですよ、靴のところで。へえ、そうなんやと。一体感って言われたってちょっとピンとこないんですよね。で、靴に一体感とか求めてへんしって思うんやけども、それがね、なぜ気持ちいいかっていうのはこれ履かないと分からへんねんけども、ふわふわの上ばっかり歩いて足が怠けていくのっていうのも若干感じる時ってあるじゃないですか。でも逆に地面をめちゃくちゃ感じるんですよね。それでいてほぼ裸足なんですよ。だから風とかも当たってくるし、いかにも素足に近いのにもかかわらず足が痛くないっていうか、やっぱ素足やったら足元で釘とか踏んだりしたらもちろん痛いし、岩とか石とか踏んだら痛いやんけども、ほぼ裸足なんやけども裸足やのに快適に歩けるみたいな感じで、店員さんに言われたのが、足を強くしていくサンダルでもあるんですって言って、はぁ、なるほど、そんな概念全くなかったっていうことで、実はね、これってなんとか族っていう、なんかなんとか族かわからへんねんけど、南アフリカがなんかそっち系の人らの発想をもとに作られたサンダルらしくて、あの人らって言ったら基本裸足じゃないですか。ただ僕らってね、今更裸足になれたって、さすがにそれは無理、モコンキューホットが開いてるのに裸足なんてこいって言われたら、ちょっとそれは修行ですよって話なんやけども、これ一枚かますだけで全然違う。しかもこの裏側見てください。実はね、ビブラムソールなんですよ。なので、ブーツとかに使われたり、まあ、レッドウィングもそうですけど、ダナーもそうやったりとかっていう、ちゃんと、ソールの部分が適当なスポンジじゃなくて、ブーツとかで使われるようなソールを使われてるっていうところもまた肝なんですよね。他のところに関しては、所詮、見え見えの1枚のスポンジみたいにやってんやろうと思ったら、あ、ちゃんとソールはソールのブランドのやつ使ってんやと。それによってどうなるかというと、走れるし、歩けるし、キャンプできるし、旅行できるらしいんですよ。ほんまですかってことなんやけども、実際問題、これでね、走ってる人だっていてるんですよ。でまあ、こっちにも画像あるみたいに、本来こういう人って裸足で走ったりとかするらしいんですけど、ちょっとそこの意識は僕には全く分からへん。したいと思わへんし、僕はね、走ることはまあ僕はせえへんとしても、例えば街中とかで大阪とか京都とか東京とかって別に街中がガタガタで岩だらけってことはないじゃないですか。平坦の短いヒューって歩く分にやったら全く問題ないんです。それでいて裸足で指が言うたら解放されてるから、ギュって掴む感じがあるんですよね。地面をこう掴んでる感じがあるっていうか、だから見た目はめちゃくちゃシンプルやのに、実は履いてみると価値観変えられるような
なサンダルなんですよ。見た目から見て、これ見て、うわ買いたいって思う人多分少ないと思うんですよ。だから騙されたと思って、そういえなんかこの間タクト売ってたな YouTube で、なんとか族が履いてるサンダル、ちょっと一回履いてみるか、いやこれええやんってなるタイプのサンダルなんですよ。だから爆発的に人気はせえへんけど、あー確かに悪くはないかもしれない、一回ちょっと履いてみようかなっていう感じでね、僕もこれ一回1週間ぐらい履いてみて、なんかデメリットないかなと思ってね、試してみたいなと思うようなサンダルなんですよ。他のリカバリーサンダルとかっていっぱい僕持ってるんですけど、こんな感じでね、ウーホスがあったりだとか、ノースフェイスがあったりとか、あとリグってやつがあったりとか、まあいろいろサンダルは持ってるんですけど、結局この手って別に履かんでもどういう感じかも全部分かってるので、こういう新しいタイプって確かにトライしてみても面白いなと思うんです。サイズに関してはこれは結構合わせやすい、そこだけ合ってればもう OK なんですよ。なんでかっていうと、あと全部紐で微調整できるから、高が高かろうが幅が大きくても横の紐でギュッて締めたら動かなくなるし、サイズに関しては結構自由度が高いんですね。だからそこの部分のサイズさえ合ってればまあ問題ないっていうようなサンダルになってるので、個人的にはね面白いサンダルなんちゃうかなと思います。値段がですね 13,970 円っていう値段になっておりました。これまあやっぱ長いパンツの方がかっこいいかなと思うんですね。こんな感じで合わせる方がかっこいいかなと思って、例えばショーツで合わせていっちゃうと、あ脱ぎはぎはね結構めんどくさいかなと思ったら、ここのスラップピューってやるだけで結構取れるらしいんで、僕ちょっと慣れてへんからすぐは取れへんけども、ピューってやったら取れるって言ってたんで、確かにピューってやったら取れますね。この辺りはどうやら慣れらしいです。はい、こんな感じでね、ショーツに合わせちゃうとちょっと正面感出るんですよ。っていうのも露出部分がちょっとあまりにも多すぎて、なんかちょっと正面感出ちゃうから、本来ここのルナサンダルが出してる使い方としては多分こんな感じで山を走るのが正しいんですけど、僕のおすすめの使い方としてはやっぱ街中かなと思うので、こういう感じよりかは例えば朝のパンツ履くとか、あとリネンとかもそうですけど、コットンとかもそうですけど、長いパンツ履いてる時なんかに相性いいんじゃないかなとは思ったりはしております。ただデメリットもあって、全部が全部これいいかって言ったら、まあそんなこともなくて、リカバリーサンダルにちょっと飽き出してる人とかはいいと思うんですけど、単純に履き心地がやっぱいいのを求めたいっていう方なんかにはね向いてないなと思います。いくらビブラムソール使ってるって言ったって、ビブラムソールってすっごい柔らかいソールではないんですよ。ですから頑丈とか滑りにくいとか、そういうサンダルなんで、ビブラムソールあるから柔らかくてふわふわやなとはならないので、履き心地っていうところはもう全然求めてないようなサンダルになるし、だからって言って歩いててすっごい硬くて痛いんかって言ったらそんなことはないんですよ。ほんまにブーツの上で歩いてるような感じ、別に痛いとかはないけど、ブーツを軽くしてる感じかな、裸足でブーツ履いてる感じかな、もっとわからんくなるかな、そんな感じになってます。あと走ってる人の場合っておそらく劣化早いんちゃうかなと思います。なんでなんかっていうと、さっきも言ったみたいに紐でしか止まってないんですよ。こんな感じでね、紐とか、あとまあこの辺りも全部紐なんですね。だからやっぱ何回も何回もギュッてこう圧がかかってくると、もちろんこの紐のナイロンの部分は全然大丈夫だけど、ソールの部分がやっぱちぎれてくるんちゃうかなと思うので、まあ、走る人にはこれおすすめってなってるけど、逆に走る人の方が劣化するんちゃうかなと思いますけども、そういうところがあったりだとか、あとねこれ街中でうちおすすめで履いてほしいなと思ったんやけども、それもそれで怖いっていうのも、これでもし踏まれたら終わり、悶絶すると思います。渋谷駅とかで人混みの中でうわーなってる時にルナサンダル履いて歩いとって、ピンヒールの女の子に踏まれたら意識失うと思う、白目向いて倒れるぐらい痛いと思うので、ほぼラじゃないですか、ほぼラの状態で踏まれてみてください。もう飛び跳ねるってもう意識失うと思いますので、ちょっと気をつけていただきたいなっていうところで、おすすめの人とどんな人なんかっていうと、やっぱりちょっとある程度サンダル結構持ってる人とか、ちょっと一工夫変わったのが欲しいとかっていう人とかにはめちゃくちゃ面白いなと思うんですけど、なんかあんまり今までサンダル買ってなかったから初めて買ってみたいなっていう人にはもうまずおすすめしない、いろいろトライした上でもっと面白いのがいいになったら、こんなサンダルおもろいかもしれませんよっていうような感じなんで、通に受けるというか、クロートに受けるようなサンダルかなと思うんですけど、一般的に受けるってなったらやっぱりリカバリーサンダルで柔らかい方がトレンドとかそんな感じになってくるかなと思います。ただ見た目的なこと言うと、例えばテバとかのスポーツサンダルと比べて、例えばこういうジーパンとかデニム履いた時とかでも合わせてこうおしゃれな感じっていうか、ちょっと大人っぽいのって言ったら、テバとかよりこっちの方が大人っぽいなって僕は思うんですよね。テバとかに行っちゃったらもう完全少年のスタイルになるので、それはそれでいいんですけど、街中で履いていきたいとかってなった時に、例えばちょっと買い物したい、おしゃれな街中で買い物したい、東京とかで言ったら大観山とかになるから、そんなとこで買い物とかバーッとする時なんかはこういう感じで涼しげに歩いていくのも全然いけるし、ただ電車使わないでくださいよ、乗り換えで渋谷とか恵比寿とか新宿とか使ったらとんでもないことになるから、ピンヒル事件起こりますから気をつけてほしいなと思うんですけど、30代以降もしくはもう35以上とかで、もうある程度洋服も一周してるよ、サンダルも一周したよっていう人なんかはぜひぜひ面白いんちゃうかなと思います。でこの手のサンダルってルナサンダル以外もなんかあるらしいんですよ。チャコかな、チェコかな、チャコかな、なんかそんなもあったりするとかチラッと聞いたりしたんで、もしね知ってはる方いらっしゃったら教えてほしいなと思います。
ということでね、今回はルナサンダルっていうのを紹介させてもらいました。サンダルも僕この夏結構いろいろ紹介させてもらってるんですけど、毎回毎回同じようなリカバリーサンダルだけやと面白くないんで、ちょっと一風違うようなこんな感じの、ちょっと面白みあるなっていうのもね、ちょっとやってみました。実際まだこれに関しては1週間ぐらい履いてみるので、それを踏まえた上で、またサンダル比較っていうのもやろうと思ってますので、見ていただけたらな。ということで本日はですね、ルナサンダルを紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。